ジャン君、おはよう。今日はこれからですね、クロケンパパさんは追悼、コンサートというか忍ぶ会で余興というかですね、歌を歌いに東京の方まで行ってきます。これから結構長旅をして、しかも今日は夜遅くになると思います。まだ午前中なんですけども、お昼からリハーサルを5時ぐらいまでして、そこから本番をやるそうですので、結構大変です。じゃあね、行ってくるからね。ポンちゃんはどこ行っちゃったのかな。さっきまでいたな。ケージの下。はい、ポンちゃん、ポンちゃん行ってきまーす。いらっしゃい。よいしょ。4時5分でした。